お疲れ様でーす。というかおはようございます。髪ボサボサですね。いやー、朝から動いてますね。いや、コメントで面白いのがあって、53歳なんですかって。あ、ほうれい線とかシワとか白髪見たら65歳に見えますよっていう風な方がいらっしゃったんですけれども、それはですね、悪口ですから。ただの悪口ですから。っていうことですよね。まあ全然いいんですけど、その方、どういう意図で書いてるかわからないんですよね。最後体に気をつけて頑張ってくださいみたいなことも書いてくれてたんで、だからまあ全く問題ないんですけれども、いや、ちょっとそれ読んでですね、やっぱり外見を言うのはあんまりいいことじゃないなというふうにはちょっとだけ思いましたね。まあ私はですね、そこまで気にしないタイプなんで、その言われても、例えば外見気にするんだったら毎日こうきちっとセットしますよね。で、白髪も、その染めようと思っても美容師に止められてるんですよね。その今のままがいいって、だからこの状況にしてるんですけれども、まあでも、あれですね、まあ逆にですね、ちょっと思ったのが、私もですね、外見のこと言うことあるんですよ。具体的にはないですよ。例えば、今回のコメントみたいに、私に対してっていうことで、そういう表現してたじゃないですか。それは個人に対して、向ける、まあ、抽象とまで言わないんですけど、それに近いものになるので、まあ、具体的にはですね、個人を指してそういうことは言わないんですけれども、なんかぼんやりした言い方で、私も結構表現するんですよね。だから、まあ、似たり寄ったりで、私ちょっと反省材料にはなりましたね。ちょっとあんまり良くはないなっていうふうにはちょっと感じました。まあそれはまあいいんですけど、やっぱりですね、その企業に関して、まあ、その、買い物代行ですよ。この話は。買い物代行を調べれば調べるほど、これめちゃめちゃ難しくなってきますね。っていうのもですね、やっぱり自家用車、白ナンバーでやるっていうのが、本当にこれグレーですよね。基本的にはもう認められてないですね。まあ、今、どんどん、その、配送の人が足りなくなってますから、どんどん白ナンバーで配送できるようにしろよっていう流れにはなりつつあるんですよね。だから去年の10月に、軽自動車での配送が OK になったり、まあそういう流れ変わりつつはあるんですけれども、特にですね、海外なんかは、普通にこういう白ナンバー使ってるんですよね。ただ、この配送をですね、その、白ナンバーを認めたら、そのうち白タクも認めないとダメっていう流れにならないですかね。今、なんだかんだ言って白タクありますよね。微妙に違法ですけど。でも、深夜になったら白タクって声かけられてあるじゃないですか。私も何回かあったんですけれども、まあ、ほとんどないですよ。ほとんどないんですけど、私も2回ぐらい経験してんですよ。白タクを。だから、まあ違法だから使わないですけれども、そういう感じで、なんか、白タクとか、その、タクシーとか全部込みで解禁するような流れになったらなったで、まあ、問題起きてくるでしょうね。保険とかそういうのを考えたら。だから、ちょっとこれ本当にグレーだなと思いますね。それで、だから今、その、運送業の方々っていうか、もう私みたいにこう、なんかやろうとしてる人は、なんかラストワンマイルは認めろみたいなことを言ってますよね。要は最終の拠点から、その消費者、そこまでの配送は、その白ナンバーでも認めるようにっていうことを提案してますよね。で、それを認めることで、やっぱり、配送の方って本当に足りないですよね、今ね。特にアマゾンなんか、問題になってるじゃないですか。アマゾンとかすごい忙しいっていうので、で、さらには配送って、例えば私が今、個人事業主として、軽貨物を買って配送したとしても、例えば会社と契約した場合に、そしたら1個あたり150円ぐらいなんですよね。で、1日回れるって言ったら、まあ、プロは100個以上運びますよ。プロは。100個以上っていうことは150円、なんか1万5000円ぐらいになるんですけれども、私みたいな素人、それも、その、都会ではなく、中途半端な、こう、田舎に近いところに住んでる人って、一つ一つが離れてますから、一日回って5000円だと思うんですよね、一生懸命やって。
っていうことは1日7500円ですよね。だからそういう風になると思うんですけれども、だから金銭的な問題がやっぱ出てきますね。っていうのもですね、じゃあ、その、白ナンバーがダメなんだったら、この、私がやろうとしてる買い物代行ですよ。ダメなんだったら、じゃあ、軽貨物の許可取ろうっていうことで、黒ナンバーですよ。それ調べたんですよ。そしたら、車買って、任意保険とかやると、やっぱり余裕で100万超えますし、で、さらにはですね、そのレンタルっていうのもあるんですよ。で、レンタルを見たら、まあ、自賠責とかいろいろ入ってるんですよ。月3万円なんですよね。それで、メンテナンスとか混んだら、月3万6千円ですか。それぐらいやっぱりかかっちゃうんですよね。いやー、結構かかるなっていうふうに思いました。で、これプラス任意保険とガソリン代ですからね。で、任意保険は、最初始めようと思ったら12万ぐらいかかるはずなんですよね。安くても。だから月1万ぐらいでしょ。で、ガソリン代も月1万ぐらいしますよね。で、考えたら、まあ、プラス2万で安くても、まあ、5万円スタートっていうことですよね。で、この5万円をですね、その、まあ、利益というか売り上げを取ろうと思ったら、要は1人5000円って考えてたので、何人 ?20 人、あ、ごめんなさい、5000円って考えてて、5万円っていうことは、10人ですか ?10 人、まあ、10人ですよね、普通で。5000かける10は5万だろうっていうことですよね。なんか売上だけ、利益じゃないですよ。売上だけで10名を確保しないとダメっていうことですよね。で、これは結構厳しいと思いますよ。本当に。っていうのも、私3人の高齢者に聞いたんですよ。3人持っていっちゃダメなの。3人しかですか。そしたら、三者三様っていう言葉あると思うんですけれども、三者三様じゃなかったんですよね。で、コメントで、まあ、菅又さんだったかな、いただいたんですけれども、そのおっしゃる通りで、その、月5000円だったら頼まないっていう人が3人ともだったんですよね。いや、やっぱり世の中というか、現実的厳しいなと思って、で、あと、私の金銭感覚もやっぱおかしいなと思いましたね。私はですね、5000円だったら安いと思ってたんですよ。っていうのも、自分が買い物に行こうと思ったら、やっぱり公共機関使うにしても、その、月に3回行けば、ね、いくらかかかりますし、例えば、いくらだろう。往復で、どんだけ安くても600円かかるから、かける3で1800円かかりますよね。で、残りの3200円っていうのは手数料、要は3度だったら1回1000円ですから、それはもう格安だなっていう判断で月5000円っていう形してたんですよね。でも、それは、その、まあ、単発で考えたら安いと思うんですよ。一回1000円払って、で、交通費渡して買ってもらうっていうのは、間違いなく私は安いとは思ってるんですけれども、やっぱり5000円っていうのが高いみたいですね。本当に。ここですね。その人の認識として5000円っていうのはかなり高いっていうことで、特に高齢者なんか年金生活じゃないですか。だからそう考えたらですね、やっぱり10人ってかなり難しいなっていうのは感じました。で、この10人を確保しないと利益どころか、その売上から経費も出ないんですよね。だからそう考えたらですね、これかなり厳しいなっていう感じです。すいませんね、ちょこちょここう見てるでしょ。ちょっと気になる人がいるんですよ。すいません。ちょこちょこ。どういう人かは言わないですけど、もうちょっと集中しますんで。ただ本当にですね、調べれば調べるほどいろいろ出てきました。まあ調べるっていうことはいいことなので、要は勉強になりますからね。じゃあいいことなんですけれども、まあ問題出てきますね、やっぱね。で、前回ですかね、グレーゾーンだって白ナンバーでやるのは、その配送に関してはですよ、コストコのものを自分で所有して一回私が、それを商品をその第三者に代行手数料としてもらうっていうのはグレーだっていう風な話だと思うんですけれども、いろいろ調べたらですね、これ意見様々なんですね。本当に。だからはっきりしてないんですよね。だからグレーっていうことなんですけれども、で、ある意見はですね、これネットから拾ったんですけれども、例えばコストコから商品を買って、それを届けて、さらに、その部屋の中に入って商品を置いた段階で、置いた段階というか奥まですれば、自家用車使っても問題ないって言ってたんですよ。
だからそれはどういう定義かっていうのをちょっと忘れちゃったんですけれども、それは問題ない、法律には触れないっていうふうにも言ってたんですよね。だからいろんな見方があるから、やっぱりグレーっていうのは難しいですね。でこれ仕事始めてアウトってなったらもうアウトですからね。特にこのグレーをこのままずっと続けたら、そのうちやっぱりこの軽貨物っていうか配送に関しても白ナンバーの、だからまあ軽貨物じゃないですよ、配送ですよ、白ナンバーの配送に関してももう明らかにアウトで黒ナンバー取るようにっていう風な流れになるかもしれませんし、かといってその逆で去年の10月に改正されたように法律が、じゃあ白ナンバーでもいいよって、海外みたいな、海外に例がありますからね、だから白ナンバーでもいいよっていう流れになるかもしれませんから、だからわからないんですけれども、こういう状況で事業をやるっていうのは、事業っていうか、まあ、副業って言えって言うんですけど、確かに副業ですね、副業をやるっていうのはまあ危険なのかなっていうふうに思ってますね。まあ本日は以上です。危険だからやらないっていうわけじゃないですよ、今まだちょっといろいろ考えている段階です。本当に考えている段階ですね。考えるよりもはまず行動しろっていうふうなことを言う人いるじゃないですか。私もその派なんですよね。今まで考える前に行動して、いろいろサラリーマン中もで自販機も冷静に考える前でまず動いてみよう、やってみようっていうことをやったんですけれども、まあちょっとですね、今回に関してはですね、ちょっとだけ考えたいですね。で考えてやっていこうと思っています。まあ本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。明日ですね、朝4時に集合して長崎の平戸に行くんですよ。イカ釣りと、あとショアジギング、ライトショアジギングっていうのは青物ですね、2つやるのでめちゃめちゃ楽しみですね。で釣れたらこの明日の動画の最初に、明日大丈夫かな、記憶があったら明日の動画にアップしようと思います。じゃあすいません、失礼します。